先ほどの試合お疲れ様でした。そうです。まず本日の試合の振り返りをお願いいたします。今大会点取れてなかった、前が点取れてなかったんで、先制できたってことが一番大きくて、そこから1点取られて苦しい時間帯もあったんですが、最後に点取ってくれて勝てたのがすごく嬉しいです。ありがとうございます。では今大会の振り返りをお願いします。今大会川崎や大分、千葉もいいチームで、すごい強度が高くて、北信越との差は感じましたし、強度の使い方とか体の使い方とかがとても上手くて上手かったです。ありがとうございました。